皆さん、こんにちは、こんばんは。外房テックです。今回は映像記録が若干断片的となりますが、LT スパイスに標準ロジック 74HC シリーズのモデルを組み込み、ステッピングモーター駆動回路の要素回路について本編とは別動画でお送りします。登場するのは、シュミットトリガーインバーター 74HC14 を使った視聴発信回路とチャタリング対策回路。そして、D フリップフロップ 74HC74 を使った90度位相4分周回路です。実物の作成や動作は概要欄や右上のリンクから関連動画をご覧ください。では始めましょう。LT スパイスはフリーの回路シミュレーターです。スパイスはもともと集積回路の設計のために開発された回路シミュレーターで、基本的にはトランジスタや抵抗、容量といった素子レベルの回路シミュレーターです。LT スパイスには特殊機能として一応論理回路が用意されていますが、論理回路のモデルの中身は実際に回路が入っているわけではなく、その振る舞いをするビヘイビアモデルとなっているようです。つまり、入出力電圧や電般遅延をパラメーターとして設定しておくと、あたかも論理回路のように振る舞いますが、MOSFET のような実デバイスが入っているわけではありません。ちょっとした論理演算には使えますが、論理回路の品揃えは貧弱で、非現実的なゲートなので、回路設計に使う気になれません。そこで、電子工作にはおなじみの標準ロジック 74HC シリーズのモデルを入手して、回路設計に利用することにしました。74HC シリーズのモデルも中でビヘイビアモデルを引用するだけのようですが、このようなゲートよりはマシでしょう。LTWiki というサイトから 74HC リブをダウンロードします。概要欄にリンクがあります。74HC リブの中身はテキストファイルです。74HC シリーズの各品種のモデルが一緒に入っています。ドットサブサーキットからエンドスまでが一つのモデルです。ここではインバーター 74HC04 のモデルを作ります。このライブラリには他にも役立ちそうなモデルがあります。色が変わっているのは実際はすでにダウンロードしたか中身を見たものです。ダウンロードします。実際はダウンロード済みで、いくつかのゲートモデルを作成済みなので、これはデモンストレーションです。ダウンロードした 74HC.lib を LT スパイスのライブラリに置きます。場所は LT スパイスの環境により異なります。プログラムファイルズの中の LT スパイスの下か、
ユーザーのドキュメントの中の LT スパイスライブラリの下下です。私の場合はこっちです。LT スパイスに 74hc.lib をドラッグ&ドロップして開きます。回路シミュレーターなのにテキストファイルが開くのはなんだか不思議な感じです。ポインタを 74hc4 のサブサーキットの行に置き、右クリックすると、フォームが開くので、クリエイトシンボルをクリック。なんちゃらと私には意味の読み取れない英文が出ますが、はいを押します。シンボルが自動生成されます。シンボルはオートジェネレイテドのディレクトリにできるので、SIM の下のディジタルに移しておきます。すでに作ってあるシンボルもここにあります。さっきできたシンボルを開き直します。これはインバーターなので、それらしい形に編集します。すでにあるシンボルからコピーするのが早いのですが、LT スパイスのインバーターのシンボルはちょっと好みではないので、すでに作ってあるシュミットトリガーインバーター 74HC14 からコピーします。LT スパイスを2つ開いて、コピーしたシンボルと、さっき自動生成されたシンボルを開きます。それぞれで、エディットアトリビューツを開きます。LT スパイスは2つ開かないと、同時に2つのアトリビュートは扱えません。アトリビュートを移植します。これは電源電圧と遅延パラメーターで 74HC14 と同じにします。これでモデルと紐付けできました。なお、一般に論理記号には電源端子がありませんが、スパイスモデルの欄に VCC0 と記入しておくと電源ピンを省略できるらしいです。これはインバータなので余計な線を消します。シンボル内の線は単なる絵であって、配線として認識されません。青い四角が使用するときの端子で、端子とその座標だけが意味を持ちます。自動生成のシンボルはもういらないので削除します。使用するときはセレクトコンポーネントシンボルで、ディジタルをクリック、作った論理ゲートを選びます。シンボルの上で右クリックでアトリビュートを確認。X でパラメーターを用に表示することもできます。
動かしてみましょう。ビヘイビアモデルなので、この回路は電源なしで動いています。電源は 5V と設定しているので、出力振幅は 5V です。3.3V に設定してみると、出力振幅は 3.3V になります。入力の式位置も連動します。同様に NOA74HC02 のシンボルを自動生成しましたが、NOA はひな型がないので、1から書かなければいけませんでした。四角を消し、難度を参考に編集します。アトリビュートに VCC トレイを書き込み、電源ピンを削除。他のアトリビュートも編集。難度を参考に端子座標を決め、あとはお絵描き。先に述べたように、線は絵であって回路に関係しません。できたら回路を組んで実行してみます。OK でした。シュミットトリガーインバーターによる視聴発信回路を作る。インバーターの入力式位置は、立ち上がり立ち下がりとも2分の 1VCC ですが、シュミットトリガーインバーター 74HC14 にすると、入力立ち上がりの式位置は高く、入力立ち下がりの式位置は低くなります。信号源に RC 回路をつけると、外部信号部員が区形波に近くても RC の時定数で波形がなまります。立ち上がり時はここで出力が切り替わり、立ち下がり時はここで出力が切り替わります。反転した出力を入力に戻すと、発信します。なぜでしょうか？それは式位置の差が遅延を生むからです。RC カーブの三角波の立ち下がりから考えます。三角波が立ち下がって、立ち下がり時の式位置 A に達すると、出力アウトはハイに切り替わり、三角波は立ち上がりに転じます。立ち上がり時の式位置は A より高い B なので、それに達するのに時間がかかります。この時間は RC の時定数で決まります。B に達すると出力はローに切り替わり、三角波は立ち下がります。立ち下がり時の式位置は A なので、同様にそれに達するまで時間がかかります。このようにして、RC 時定数で決まる周波数で発信します。インバーターの場合には、A と B の差がないので時間が稼げず思い通りには発信しません。発信周波数は式位置と RC 回路の積分曲線から計算できますが、LT スパイスでシミュレーションして R と C を決めた方が手っ取り早いです。チャタリング対策回路を作る。再び、信号源と入力の間に RC 回路をつけたシュミットトリガーインバーターです。比較のために、信号源に直接インバーターを繋いだものも見てみます。
信号源は擬似的なチャタリング波形を発生させます。チャタリングとは機械的スイッチの電極の接触の瞬間に発生する短いパルスです。インバーターだけでそのまま取り込めば、意図せずたくさんのパルスが入力されてしまいますが、RC 回路で吸収させて、かつ、なだらかな波形をシュミットトリガー回路で成形すれば、手入力で1発ずつパルスを入力できます。ここでは立ち上がりしか示していませんが、立ち下がりも同様です。90度位相4分周回路を作る。ステッピングモーターの駆動のため、図のような2層0時波形を生成する回路を作ります。原理の説明のため、寄り道しながら順を追って作っていきます。今回の亀作った D フリップフロップ 74HC74 のモデルを使います。論理回路自体は電源が不要ですが、クリア、プリセットをクランプするためには必要です。V2 はクロックのための信号源です。D フリップフロップの反転出力を D インに戻してやると、D フリップフロップは、クロックの立ち上がりでデータを取り込み、保持出力するので、1クロックごとにデータが反転して、2分周回路となります。一方、D フリップフロップを2個並べ、1個目の出力を2個目の入力に入れてやると、1クロックごとにデータが受け渡されるシフトレジスタとなります。もっとたくさん並べてみると波形がわかりやすいです。2個に戻して、2個目の反転出力を、1個目の入力に戻します。1クロックシフトしてから入力に戻るので4分周回路ができました。出力は4クロックで1周期360度なので、92は91から1クロック分遅れ90度の位相ずれとなります。こうして、ステッピングモーターを駆動する、2層0時波形を生成する、90度位相4分周回路ができました。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。動画作成の励みになりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。